皆さんこんにちは。今回は指輪おすすめアビリティということで、指輪何装備したらいいのっていう人が多いんですよ。でもずっともうめんどくせえつって動画出さなかったんですよ。別に動画出せんのにもうやる気なかったんでずっと出さなかったんですけど、ちょっと気が向いたんで今回は、指輪おすすめアビリティについてちょっと話していこうかと思います。まず指輪のためだけにオーダー回す人ってまずいないと思うんですよ。なんか副産物的な感じで出たらいいなくらいだと思うし、ピンポイントでそんな狙う人とかいないと思うんですけど、なんかそうですね、まず俺の動画にわざわざコメントしてくるような人のほとんどはね、まずねビギナーだと思うんで、ないと思うんですけど、だから、正直あれですよね。指輪って言ったら、持ってるものでどれがいいかって考えるのが、自然なのかなと思いますね。霧雨さんのサイトとかでね、あんなこといいな、できたらいいなって思ったところで、結局ね、本当に持ってるものでしかね、つけることはできないんだよ、持ってるものしか。ってなるとね、持ってるもので勝負するしかないので、となるとね、その指輪の1枠にどのアビリティを入れるかっていうのは、せいぜい2択とか、3択くらいなんのかな。いやでもどうなんだろうね。ただ、こういうやつ、素人目でもわかるんじゃないかな。攻撃力、200上昇とかあるんですけど、こういうのは、素人目でも強いっていうのはなんかわかると思うんですよ。なんとなく。もうほんとまずはなんとなくでいいと思うんですよ。こういうやつとか、攻撃力 8% 伸びますとか、これはすごい、これリズベット、これはすごいね、有名ですね。指輪が、実装された時に、これが、すごくいいよみたいな言ってる人がいて、でも、なんかそんなね、素人目でもわかるじゃん、解説する必要ないじゃんとか言ったって、それでも不安な人はいると思うんで、ざっと、俺なりのおすすめを紹介した後に、迷った時に、どうすればいいかとかも、解説しようかと思います。でもその、なんて言うんだろう、用途によるというか、何をするかによるんですよ、指輪につけるものって。例えばですけど、そのタンクとかバッファーをやるとき、これが有名ですよね。85層フロアボス、31層フロアボスでタンクやるとき、これが、配布なんですよね。武功の勲章っていうイベントアイテムあると思うんですけど、それで取れる、期間限定で取れるやつなんですけど、今の期間って何で取れたかな、何が取れたっけな。今の期間は、堂々たる背中クライン。これが、スタン耐性の、衰弱耐性と。で、こちらが、スイッチで自分が毒になると。これが、影寄せキリと。覚醒スキルあんま持ってない人は、いいなっていう感じはするやつ。これチャーミングアスナー。これがね、凍傷耐性。関東勢 100% なんですけど、進化すれば、確か90いくんじゃないかな、忘れたけど。指輪でカバーできるレベルなんで、こういうやつはありますけど、これは関係ないんだよね。これだよ。コーヒーブレイクリズベット。これが、これもね、指輪に入るんで、こういうのもね、いいっちゃいい。場面によってはね。これマジで取っといた方がいい。このコーヒーブレイクと、チャーミングアスナ、もしタンクやるならだけど。ていうかタンクやらなくても必要なことはあるんで、例えばギルランとかね。だからそのタンクやる場合は、こういう、やけどをしてくるボスだったら、こうコーヒーブレイクリズベットつけて、例えば、やけど耐性の指輪あったらつける感じ。俺はなんかこういうやけど 8% 7% のやつありますけど、やけど 10% のやつがあれば、それでもいいんで、これつけてね、やけど 10%、こういう 92% でね、足して 100% 超えるんで。で、片手武器の場合は、そう指輪の 10% つけなくても、盾装備していれば、盾の熟練度スキルというのがございまして、レジストっていうので、10%、やけど耐性が上がるので、90% 入れるだけでも、大丈夫ですね。
で、まあ、そのさっき言った、まあ、ジェントルショコラキリトとか、まあ、そういう回復系のやつも、まあ、あのボスの属性、あの属性じゃない、状態上攻撃とか、まあ、気にならないんだったら、まあ、そういう回復系とかも、まあ、あのアイテム使用封印とかね、してくる敵も最近増えてきましたけど、まあ、もしそういうのはね、気にならなくてアイテム使えるんだったら、まあ、まあ、そういうのもいいのかなと思いますね。そうですね、火力、多分、一番気になる人が多いのが、その火力やる場合に、どの指輪スキル、まあ、入れればいいのかなってなる、となる人が多い、日本語がなんかわからなくなってきた。文脈がわからなくなってきた。と思うんですけど、なんか何言ったか忘れちゃった。スキル威力、まあ、増加のやつとか、まあ、なんて言うんですかね、その、フルバーストが出る前は、これが良かったんですよ。なぜなら、モッドが火力だったから、モッドを主力にして戦うんだったら、これスイッチ使うんでこれでいいんですけど、最近、フルバーストで、火力を出すことが増えてきたんで、フルバースト使う場合はこういうのは使わないんですけど、モッドを主力にする場合はこれ、例えば片手直剣とか、モッドスキル、直剣モッド使う場合はこれやるのが良かったんですよね。本当以前は。で、あとは、その、攻撃力固定値、今さっき言ったこういうやつですね。こういうやつは、斧ですね。斧の、まあ、例えばこういう、まあ、これモッド素材なんですけど、敵の HP が 50% 以上の時、攻撃力が 250% 上昇ってあると思うんですけど、これは攻撃のパーセント上昇値が高いんで、斧は特に固定値が効いてくる感じですね。だから、まあ、さっきみたいな、まあ、こういう、固定値とか、まあ、入れた方がいいのかなと思いますね。まあ、あとは、その、発動条件が特にないじゃないですか。だから、まあ、モブ狩りとか、まあでもなんかそうですね、モッドの時代だったらそのスイッチスキル威力と、まあ、これとそれかあれですね、こういうやつ一緒に見た空4とか、まあ、こういうやつのどれか入れるかなみたいな、まあ、感じだったんですけどね。斧は固定値が伸びやすいのに対して、その攻撃パーセント、これ 9% 上がったところで、例えば、まあ、さっき言ったようなこれ250% が 259% になったところで、なんかそんな大したことなさそうに見えるじゃないですか。まあ、だから、まあ、斧は、まあ、固定値がいいみたいな感じなんで、それで、攻撃パーセントは、まあ、微妙みたいになってくるのかなと。で、逆に、まあ、最近、その、直剣元で固定値が弱い理由みたいな動画出したと思うんですけど、そういう場合は、まあ、攻撃パーセントとか、いいので、まあ、こういうの入れた方がいいのかなと思いますね。で、あとは、まあ、これですね、こういう条件付き、HP が 75% 以上で攻撃力が 8% 上昇。こういうのは、まあ、なんだろう、HP75% 以上って、HP 依存斧でも使わないし、HP 依存斧だとしても、まあ、たった 8% 攻撃パーセント伸びるみたいな、まあ、さっき、斧で攻撃パーセント微妙って話したんですけど、まあ、そういう感じで、これどこに使うの？どこで使うの？って思うかもしれないですけど、まあ、あれですね、掲示板ワンアイド、20層フロアボスのワンアイドを覚醒しないでワンパンするときとか、これさ、覚醒しないでだってワンパンするんだったら攻撃別に自分食らわないじゃないですか。だったら HP75% 以上になるんじゃないみたいな。うん、まあ、覚醒してならない人とかいいのかな、まあ、そこはちょっとわかんないですけど、まあ、それはね、微調整ですね。なんですけど、まあ、多分75% 以上にはなると思うんで、それで攻撃力が 8% 伸びるんですよ。これでなんとか、ワンパンしきれたことがあるんで、まあ、そういう場合にはいいのかなと。まあ、もしかしたら他にもね、使う場面はあるんじゃないかなと思うんですけど、あとは、例えば、まあ、こういうやつ、ギルランで使うみたいな感じですね。極光輪。片手再建の、極光輪バフっていうのがあって、クリ率、クリダメ90、それぞれ 99% とか、まあ、伸びたりするんだったかな、忘れたけど。あ、違う、200% 近くか、198% ぐらい伸びんのかな。なんかそういうやつで、ボスにクリティカル耐性があるときに、ちょっとクリティカル足りないなっていうときに、今こういう、指輪のスキルとか使って、
て、であのパーティーのバフ、クリティカルバフの支援とかあったり、まあ、デバフとかで支援でクリティカル率上げたりとかで、これと合わせたり自分であのクリティカルバフかける、例えばコネクトの中にクリティカルバフ入れるとか、まあ、そういうので、まあ、クリティカル発生率を上げるみたいな時に、まあ、使うのかなと思います。まあなんかそのさっきそのあのタゲで状態上耐性入れるみたいな話あったと思うんですけど、その垂直耐性今のところ多分 100% にできるスキルな、あのソロなんていうんだろうな、出てない、あのどんな組み合わせでも確かできなかった気がする、あの間違ってたらすみません、多分できなかったと思うんで、で別に衰弱耐性ってなくてもなんとかなることが多いんですよ。まあたまにもうあの全然あの衰弱も来て、他の状態上も大量にいろんな種類来てやばいっていうのはこととか、まあギルランでなんかあったかな、そんなの、なんかそういうのはあるんですけど、まあ基本なんか衰弱なんか食らっても耐えられるみたいなことがあるんで多いんで、まあ、そういう時はなんか例えば俺の場合、まあ、みんなやあんまやんないと思うんですけど、75層ダンジョンでスコア回収とかあのメモリア小石欲しくてやった時とか衰弱とか来たんですけど、まあ、気にしないで別に何も、まあ、入れないでやってあの全然耐えられたんで、まあ、そういうことが多いなっていうのも一応なんか、まあ、言っておこうかと思って今言いました。でまあ何入れるか迷ったら、まあ、こういうね起炎優位っていうやつね、まあ、応急手当用 HP が 75% 以下の時に3秒ごとに HP 最大、0.84% とか回復するやつ、まあ、これね、あのね指輪でつけられるんで、まあ、こういうの入れてもいいのかなと、思います。あとあれ、あ、なんだろう、追加ダメージからこれだっけ、なんか忘れたんですけど、フィールド狩りであのレベリングする、レベリングっていうかコル集め、あのめちゃくちゃ強い人ってその例えば47の2で弓で通常攻撃だけでワンパンで倒せるみたいな、あのそういう風になってくるんですよ。スキル編成うまいし強い人はあの属性、あの属性付与、属性付与か、今の時代はもうウサギとかにしか使わないあの属性付与アビリティってやつね、まあああいうのを使ったり、まあその、まあ、クリティカル出したりとか、まあ、あの属性ダメ上げたりとか、まあ、いろいろねやってその通常攻撃一撃であの倒すっていうパターンがねあるんですけど、まあ、そういうのもめっちゃ強い人はねそれでやってるんですけど、あのコールインをつけてね、でそういう場合は、まあ、なんか追加ダメージとか上げるといいみたいな話がなんかどっかであったんですけど、まあ、この程度、こういうのは184とか、まあ、この程度じゃまあ全然弱いんですけど、まあ、こういうやつね、これはちょっとねあの弱いんで、まあ、こういうのはちょっと論外なんですけど、まあ、そういう追加ダメージ、あーでも追加ダメージ使えるのかな、この程度の、まあ、ちょっとわかんない、それはもう実験してみるしかないんで、まああとはそうだな、あのさっき言った、まあ、属性耐性っていうのも、まあ、属性耐性だけじゃなくて、まあ、こういうあの属性ダメージ低下っていうのもあるんで、まあ、これを、まあ、普通のアビリティ枠とこれを指輪に入れたやつとで合わせて 100% にしたりとか、まあ、毒ダメージに関しては、まあ、俺は持ってるやつがまあ、たまたまあるんですよね、これで、これたまたま貫突してるんで、まあ、毒ダメ 70% 低下ってなってて、でここで、まあ、これを入れることで、まあ、毒ダメに、なってるんですよね。で毒耐性と毒ダメって何が違うのって思うかもしれないですけど、あの毒状態の場合、自分が毒状態の時にっていうので、まあ、こういうのがね使えたりとかもあるんで、でタゲ、タゲの場合はなんかあったかな、確かなんか防御力が上がるやつとかなんかあったような気が、あ、これか、自身が毒状態の時防御力が上がるんですけど、毒以外の時がこうなってしまうんで、まあ、自分毒維持しながら戦うと、まあ、防御力上がって、まあ、いいのかなみたいな感じで、まあ、他にも、まあ、状態異常の時にみたいなスキルあると思うんですよ、まあ、例えば、まあ、こういうやつ、あの状態異常の時に攻撃力上がりますよみたいな、そういう場合はなんかその自分ダメージ受けずにあのこれできるんで、まあ、例えば毒でもね、火力やるときにそのアビ枠1枠これにするかっていうとしないと思うんですよ、弱すぎて。
まあ、だからまず火力でそんなことはするのはまずないと思うし、これ自身を指輪、これ自体を指輪に入れることもできないので、まあ、そういうのはないんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、属性耐性、配布のも全然一緒に、まあ、使えますよっていう話ですね。まあ、例えばこういうね、スタン耐性30%とか、これね、俺たまたまこれ貫突してるんで、スタン耐性7、まあ、たまたまじゃないけどね、タンクやるから貫突してるんですけど、これも本当はね、貫突したいんですけどね、縦でさっきのレジストってできるじゃんと思うかもしれないですけど、両手武器でやりたいこともあるんで、特にギルランだと、なんかそういうね、ちょっとの差でなんかね、変わるってことがあるんで、まあそういうね、努力をね、している人たちもいるって感じですね。あとそうだ、これだ、デビルリーファってやつですね。攻撃時に与える追加ダメージがレベルかける5上昇って感じで、これが、これちょっと霧雨さんのサイトなんですけど、デビルマジック4か。デビルマジック4が、指輪効果なんで、通常攻撃のクリティカル発生率が80%上がるんですよ。まあでもなんか攻撃時に与える追加ダメージが GC のレベルかける5上昇ってあるんで、まあこっちも使いたいから多分普通に阿鼻枠に入れるんじゃないかな、わかんない。俺使ったことないですけど、これが、まあ、ガチ勢っていうかもう上級者の間では本当にマジで最強、まあ、ガチか、レベリング界ガチ環境スキルじゃんみたいな言われてるんですよ、これが。めっちゃ強い人じゃないとワンパンできないですよ。ステータス高くないとできないんで。なんですけど、強い人の間では、まあ、これがいいっていうことです。あとは、まあ、強靭4、ひるみ耐性とか、なんだろう、モブ狩りするときとかにいいんですよ。モブ狩りって言ってもなんだろうな。俺、掲示板の黒黒のコンチェルトってあると思うんですよ。40層ストーリークリア後に出るやつかな。掲示板、これちょっと見ていくと、黒黒のコンチェルトって多分ブラッケンの下あたりに、あ、これ。これでなんか熟練度経験値稼ぎしたいみたいなこととか、あと、でもそういうやつってなんかその袋叩きに合うみたいなことってなんかあったりして、ちょっとめんどくさいんですよ。一度捕まるとめんどくさくて、まあ、本当に、まあ、抜け出そうとも抜け出せるんですけど、まあ、めんどくさいんで、で、こういうやつ、で、ひるみ耐性を50%上げるみたいな、これ指輪に入れて。もうそれでなんか、それ入れても、なんか、まあ、余裕ない人とか指輪になんか火力効果とか入れると思うんですけど、余裕ある人は、なんかそのひるみ耐性、さっきの、これですね、これも確か武功の勲章、今の期間あるかわかんないですけど、これ手に入るんで、これで、ひるみ耐性50%、クリ率100%低下しちゃうんですけど、クリティカル出さなくてもワンパンできるようになってたんで、前や、熟練やってた頃。あ、めんどくせえなーって、本当に脳死で、なんか真ん中らへん、フロアの真ん中らへんに行って、モブが一気に集まるのもあってきたら、なんか脳死で、ポチって押すだけでいいやって。そういう風にしたいなーって、めんどくせえなーっていう時に、このひるみ耐性が、まあ良かったり、まあ道中のモブ狩りとかももしかしたら、まあクリティカル出さなくても倒せるみたいな人だったら、もしかしたらその生きてくる場面もあるんじゃないかなと思います。まあ大体、そうだな、喋ったかな、大体。うん、どうだろうね。大体喋った気はするんですけど、最後に、最初に言ってたやつですよね、トライアルジム、何スキル入れたらいいの？みたいな時って、どうしたらいいのみたいな、どっち入れようかみたいな、まあ、その場合なんかよく言うんですけど、エギルジム使ってください。指輪、そのさ、さっき片手直剣で、攻撃パーセントがいいのか、スイッチ威力がいいのかとか言ってたんですけど、クリスタル、入れ替えてクリスタル叩けばわかる話なんですよ。火力だったら総ダメージ高い方がいいに決まってるじゃないですか。だから、こういうのをつけて、覚醒して攻撃してダメージ見て、で、また、出て覚醒回復させた後にこういうのつけて、覚醒して攻撃して、もちろん、つけるバフとかも全部、統一して条件、同じにしてダメージ見ないと、いけないんですけど、検証すればいいだけなんですよ。正直俺の動画にコメント打って、正直俺の返信ずっと待ってる
何時間も何時間も待ってる人とかいるかもしれないですけど、まあ、そんな人いるのかな、わかんないですけど、そんなことするより本当にあの検証する方が早いじゃないですか。本当にもうなんか1分2分で済むんですよ。全然そんな時間かかんないんで、もうそれだけでいいので、もうそれだけで それからあのこれからやっていくあの集会の効率とかも変わってくると思うんで、もういや全それくらいなんかやっていいと思うんですよ。なんかそのなんて言うんだろうな、勉強でいうところのなんかその暗算みたいな、なんか筆算とか数秒で終わるじゃんって思うけど、なんかやんないみたいな、めんどくさくてやんねえみたいな。まあ別に勉強に関してはね、普段はねそんなことやんないで、本番でね検算とかね筆算とかやればいい話、まあそれ全然関係ない全然関係ない話しちゃうとちょっと断線しちゃったんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、そのねエギルジムでクリスタル叩いてあのどっちがいいか見ればいいっていうだけっていう話ですね。どっちかで迷ったらもうそれだけ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。